令和元年おめでとうございます。はい、皆さんこんばんは、ターボーパパです。はい、ということでですね、本日からですね、令和元年新しい時代のね、幕開けですね。おめでとうございます。平成が終わり、まあ、令和というね、新しい時代を迎えてね、本当めでたいとこなんですけど、僕も平成、まあ、昭和、生まれは昭和なんですけど、まあ、平成にね、育った人間なのでね、なんだかちょっと寂しいというかね、まあ、感慨深いものはね、ありますけどね。まあでも、今日からね、新しい令和という時代がね、幕開けしますのでね、いい時代になることを願いつつ、やっていこうと思います。はい、ということでですね、本日ね、やっていく企画はこちら。はい、ということでですね、本日はね、令和元年一発目、令和一発目ということで、まあね、ほんとめでたい、めでたいということで、タイですね。タイときたらタイ飯。本日はですね、タイ飯、しかもね、今日は土鍋でね、タイ飯をね、作っていこうと思います。では早速調理していく。まずはですね、こちらレンコダイっていうのをね、まあマダイではないんですけど、レンコダイっていうのをね、買ってきて、まあ本当あの安いタイなんですけど、まあお頭付きが良かったということで、まあ普通のマダイだと本当めちゃめちゃでっかくなっちゃうので、まあ、ちょっと頭をつけたものが良かったので、レンコダイ、まあこれでほんとね、400円しないぐらいですね。何センチぐらいだろう、25センチ、30センチないぐらいかな、なんですけど、で、やっていきますね。で、まずこちらをレンコダイの方をですね、ちょっとだけ切り目入れようかな、割れちゃうという感じね、ちょっとだけ切り目を入れて、で、まずこちら塩焼きにしていきますね。塩振っちゃいます。よいしょっと、はい、こんな感じで、ではね、まずこちらをグリルで焼いていきますね。よいしょ。タイがね、焼けるまでの間に、まずですね、こちらが土鍋ですね。土鍋、土鍋です。結構ね、年季の入った土鍋です。で、あと用意するもの、今日はですね、こちらがもう洗った米ですね、洗米した米ですね、3合分です、今日はね。で、ちょっと洗って15分ほどね、ちょっと水が切ってあります。と、あとはですね、こちら昆布茶、まあ梅昆布茶なんですけど、を用意してもらって、まずではね、やっていきますね。こちら土鍋にお米入れちゃいます。3合分入れちゃいます。で、そこへですね、水です。水、水を今日は3合に対して 600cc の水入れちゃいます。はい、水入りました。ではそこへ、白だし、調味料入れていくんです。白だし、白だしを 100cc 入れちゃいます。で、白だし 100cc と、あと料理酒ですね、料理酒を 50cc、料理酒 50cc 入れちゃいます。で、そこへ、そこ、あとはそこへこのね、昆布茶、梅昆布茶をですね、大さじで2杯ほどね、入れていきます。よいしょっと。はい、こちらを、梅昆布茶をですね、はい、大さじで、これ大さじですね、1杯。はい、
2杯ですね、2杯入れちゃいます。あとはこちらはですね、ちょっとかき混ぜてですね、でちょっとね味をなじませといて、こちらに今ねお米のね準備は完了です。あとはねちょっとね鯛がね焼けるまでね少々お待ちください。はい、今ですね鯛がねこのようにね両面焼けましたので、こちらをですねこの鍋の方に入れてですね、よいしょよいしょ、入るかな、鍋の方に入れてですね、よいしょっと、はい入ったかな、入れて、ではこちらでまずですね蓋をしてですね、おっと折れちゃった、蓋をして沸騰するまでですね、約どうだろうな、7、8分で蓋をしてね、沸騰させていきます。てんこ、よし、強火でいいですね、強火で沸騰させちゃいますね、まずね、だいたい7、8分経ったところでね、こんな感じでポっとね沸いてきましたので、ここで火を弱めて蓋をしてですね、まずね弱火でね15分炊いていきます。で15分炊いた後にあと10分ですね、15分炊いて10分蒸らしていきます。25分超え、わー、25分後の未来へようこそ。はい、ということでですね、今ですね25分経ちました。ということで今ですねこの鍋の中はどうなっているか気になりますよね。うん、気になります。はい、ということでですね蓋をねオープンするまでねカウントダウンしましょうか。では蓋オープンまで3、2、1、オープン。今ですね、ちょっと寄ってみようかな、こんな感じになっております。うん、すごいいい匂い、なんていうんですか、やっぱ魚を炊いた時の匂いって魚の出汁の匂いっていうんですかね、うん、いい匂いでーす。どうですかこれ、なかなかいい感じにできましたね。はい、ということでですね、あとはですねこちらまあ、鯛をですね取り出して、まあ、身と骨でね分けて身をほぐしていくんですけど、まあ、その作業はですね後で地味にやりますので、ちょっとだけね色目つけようかな。あとはねこれネギをねパラ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 っと振ればですね、よいしょっと、はい、令和元年一発目、非常にねめでたいということで、本日はですね鯛めしを作ってみました。イエーイ。はい、ということでですね、本当まあ令和元年めでたい日ですね、今日はですね令和1日目ということで、まあ本当令和という年もね皆さんにとってね良いね年であることを願いながら、ではね本日は早速いただきまーす。